もうこれつもぎりで、高宮さんからリーチ来てもパーマンがあるし、チュンもある、トンもある。太郎さんからリーチ来たら、え、太郎さんには跳ね回っても僕がトップ。で、ここです、オーラス。もう見てくださいよ、ブレイキング、み、チートイドラドライーシャンテン、これもうブレイクしちゃってるじゃん。俺もう絶対リーチしようと思ってた。俺もう10万点狙おうと思ってたの、この時はね。の、あとね、9巡か10巡して、早く帰ろになったんだけど、この時俺もうブレイクしてたの、見て。ドラ表示から切って、いつもの俺だったら、チートイをぼやかして、トンとかから切るんだけど、もう絶対リーチしてやろうと思って、トン短期で。これもウーピンも、あの赤ウーピン引いたら嬉しいとか言うんだけど、僕は、そうじゃない方がいいと思って。うん、赤ウーピン持ってるやつが、ウーピンを軸にターツを作ることがよくあるんで。ドラ出しだったらウーピン残すかもしれない。逆に赤が欲しいかも。で、これね。これね。ハイパイ折りしてんのか、まっすぐ行ってんのかよくわかんないです。手配ね。まあ、俺がやるとハイパイ折りに見えるよね。で、これね。で、近藤さん、国士かピンズかわかんないんだけど、本位、ピンズの本位使う国士無双だと思ってて、で、ちょっと、統一落としが入ってるんで、数万の、チートイツはねえなって感じ。近藤さんに関しては。で、ここで、まあ、国士にしたって1枚ぐらいでいいし、これ何が怖いって、高宮さんからリーチ来て、跳ね間打ったらトップから転げ落ちるんで、で、高宮さんって、万眼ぐらいを平気で曲げて、跳ね直狙ってくるんで、俺は、トーン持ってた。跳ね直怖いんで。近藤さんに国士無双以外で打つのはどうでもいいと思ってた。トップなんで。で、パーソーは山にいると思ってた。で、まだいい加減はんねんだよ。あよ、はるやーと思って。ここまでノーミスね。ノーミスというか、一個も重なってない。はよ、もうこれ、つもぎり。で、高宮さんからリーチ来ても、パーマンがあるし、チュンもある、トンもある。太郎さんからリーチ来たら、え、太郎さんには跳ね回っても僕がトップ。パーソーは一応現物。トンも現物。一応ここで言ってる振り。余った振り。やっぱやめた、もうパーソー、パーソーっつって。もういいっつって。この辺から、もう、帰ろうって、半分帰ろうと思ってます。はい。この時に、あの、もう帰ろうと思ってます。はい、うん。で、これで白手出しで、国士無双がなくなりました。白4枚。国士無双なくなったんで、あ、これも全部切っていいやと思って。高宮のダブナンだけ切んなきゃいいやと思ってて。あと全部切ったろうと思って。リャンゾーへくったね。これミスったかもしれない。リャンゾー重ねて、まあ、なんか、トン短期とか初短期にしときゃ、なんかあったかもしれない。山に全然いてもおかしくないんで、自敗これ一個ずつ。なんとか初とか一倍ついてもおかしくないね。で、ローピンポンが入って、太郎さんがこの点差でポンするって結構なことなんですよ。これ何かっていうと、普通に、大井さんは、これも脳天っぽい捨て牌じゃないですか、大井さん。脳天。これ脳天なんですよ。で、高宮さんが張ってるかどうかは一回置いといて、天牌取る意味ないんですよ。これがローピンでポンして1000点のわけがないんですよ。これなんでかっていうと、1000点上がっても3着のままで、ラス落ちの心配がないくせに、一番悪くても、直撃かツモで、高宮さんをひっくり返るぐらいの泣きだと思ってた。そんな感じ。実際、4500点差だっけ？だから最低ドラドラ。最低ドラドラはある。要は3級か漫画の仕掛けだと思ってた。テンパる意味がないのよ。だって、タンヤオのみだったら、リータンツモで逆転なんだから、ポンする意味がない。で、ポン出しがこれなんで、まあ、ローマン2枚なのかなって、一瞬考えた。うん。で、俺はまあ、一応まだ粘って。で、テンパったらね、なんか太郎さんから、なんと初切れ、出そうだから、早くテンパれと思ってたんだけど、最後までテンパらないで、もうここでもう、ここでいいやと。もう、
この後は出上がり、テンパってなおかつ出上がれるっていう可能性がほぼないと言っちゃあれだけど、だったら100万が一高宮に跳ね間打つ方が嫌なんで、もうあと全部やめました。じゃあ最後この辺で積もられて満願でしたと、まあ、これ結構満願っぽいよね。はい、なんか66778とか666787778とか結構この辺6と7は結構あるんじゃないかと思ってたよ。僕チーマン抜けてるから、このチーマン2枚か3枚は太郎だなと思ってたんだよね一瞬ね。はい、どっちかあんこ、あんこやね。6万統一で、なんか66、単純の668だったら、8万をもっと早く切るんだよね、太郎さんは。これわかる理屈。668万だったら、パーマンもっと早く切るから、これ7万複合してんのかなって思ったね。だからチーマンあんこもあるのかなって一瞬思った。66778のイーペイコだけはありえないんだよね。テンパイからテンパイになっちゃうから。そしたらウッパーマンで張ってることになっちゃうから、ローピー頭の。あれ、チーマンあんこなのかなって一瞬考えた。うん。チーマンあんこだったら街読みやすいんだよね。もう、リャンウーピンか、リャンウーソーか、サブローソーか見たくなって絞られてくるからさ。あとはローマンと何かのシャンポンか、みたいな。そんな感じ。うん。ローマンと何かのシャンポンもあるかもしれないね。まあでもそしたらウッパーマンでツモチョク狙うかな。まあそこはわからない。なんとも言えない。頭次第。っていう話でした。で、運よくトップが取れましたっていう、1万人の皆さん、そういう話なんですよ。エペックスやる？軽く1時間、小1時間エペックスやって寝る？明日対局だよ俺。怒られないかな？誰にだよ！エペックスのおかげでトップ取れてんだよ！チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします！こっちの動画も見てね！